日本刀。その魅力に惹かれる人々が今日本のみならず海外でも話題になっています。そして海外で注目されているもう一つの日本文化、それはアニメ。特に注目されるのが1995年にテレビ放送されたエヴァンゲリオン。その反響は凄まじく、さまざまな社会現象を起こし、多くのメディアで取り上げられました。そのエヴァンゲリオンと日本刀のコラボレーション、エヴァンゲリオンと日本刀展がこの夏岩手にやってきます。海外ではすでにフランスのパリとスペイン・マドリードで開催され大好評を博しました。今回はエヴァンゲリオンのメカニックデザイナー山下郁人さんが本展のためになた柳をデザイン。刀匠界の名門宮入一門が再現した渾身の一振りも展示されます。会場では美里役三石琴乃さんによる音声ガイドや日本刀の重さを体験するコーナー、あなただけのオリジナルプレートの名切りなど注目のイベントが目白押し。さらに本店限定のオリジナルグッズなどが500点以上勢ぞろいするエヴァストアも見逃せません。エヴァンゲリオンと日本刀展は8月15日岩手県民会館で開催されます。詳しい情報はテレビ岩手のホームページをご覧ください。